どうも、こんにちは、竹下敦です。今日ね、黒沢楽器、ドクターサウンドさんからですね、こちら、オルフェスバレーギターズ、ブルガリア製のギターですが、調整から戻ってまいりました。主なね、調整のポイントとしてはね、この、駒の部分、ここですね。をね、作り直していただきました。今までね、かなり弦高を下げてたんですよ。で、弦高を下げると何がいいかというと、単純に弾きやすくなるんですよね。ただし、音としてはやっぱ響きがなくなるんですよ。音が響かなくなる。で、今回ね、思い切って基準値の高さまで上げていただきました。で、やっぱりね、基準値まで上げると正直弾きにくいんですが、やっぱり音をね、今回優先して、弦高を高くしてもらいました。で、あとですね、弦の方を交換していただきまして、6、5、4弦を、オーガスチンの赤で、3、2、1弦をダダリオのプロアルテ、この組み合わせで貼っていただきました。これね、大変バランスがいいですね。曲の方はね、ロマンス、禁じられた遊び、おなじみですね。こちらの方はね、ちょっと弾いてみたいと思います。いい音がします。そんなにね、このギター高価なギターではないんですが、本当に、庶民的なね、価格帯のギターなんですがね。ありがとうございます。はい。本当にこんなにもね、調整次第で、音色というのは変わるのかと驚かされました。こちらの方にテロップ出ますが、黒沢楽器、ドクターサウンド、神保町から歩いて徒歩5分かからないかな、ビルのね、3階にございます。ちょっとね、多分全くの初心者、もしくはそのエレキギターなんかからね、入った方は雰囲気的に入りにくいかもしれないですが、本当に親切で丁寧ですから、店員の方が予算を伝えてね、自分がどのようなことをしたいのか、どれぐらいの自分がギター弾けるのかを伝えれば、本当に丁寧にね、その人に合った楽器をね、紹介してくれます。なのでね、エレキギターを弾きの方も、いろんなね、ギター、他の楽器やられてる方もぜひね、このクラシックギターっていうものの、ね、魅力、をね、知っていただくためにね、ぜひ黒沢楽器、足を運んでいただきたいと思います。今回ご紹介したのはね、こちら、ブルガリア製の、オルフェスバレーギターズです。黒沢楽器、ドクターサウンドさんで購入して、調整していただきました。今回はね、誠にありがとうございました。それでは竹下敦でした。またお会いしましょう。